皆様こんにちは。今回は iOS 版 Google ドライブにパスコードロックを設定する方法をご紹介させていただきます。iOS 版 Google ドライブアプリでは、アプリを起動する際に4桁のパスコードの入力を求めるパスコードロック設定を行うことができます。またこのパスコードは iPhone 指紋認証のタッチ ID を割り当てることも可能です。 iOS 版 Google ドライブアプリにパスコードロックを設定する方法は、 Google ドライブアプリを起動して左上のメニューアイコンをタッチし、設定をタッチします。表示される設定ページ一番上のパスコードロックをタッチします。表示されたページのパスコードロックのスイッチをオンにすると、4桁のパスコードの設定が求められるので、任意のコードを2回入力します。これでまずパスコードロックの設定は完了です。ただしパスコードロックを設定すると、一旦サファリでログインしている Google アカウントのログアウトが求められるので、一旦ログアウトし再度ログインします。以後は Google ドライブアプリを起動する際にパスコードの入力が求められるようになります。またタッチ ID をパスコードロックの解除で利用する場合は、タッチ ID にパスコードロックの解除を許可のスイッチをオンにして、指示に従って指紋認証を行います。このほか常にロックでは、例えば Google ドライブから Google フォトや Google ドキュメントなどのファイルを開いて Google ドライブに戻る場合にも、都度パスコードの入力が求められる設定です。不要な場合はオフにすることが可能です。iOS 版 Google ドライブアプリのパスコードロックは、特に重要なファイルを保存している場合などに設定しておいた方が良いでしょう。ぜひ参考にして設定してみてください。以上、 iOS 版 Google ドライブにパスコードロックを設定する方法のご紹介でした。